は豊吉です自宅のですね、寝室に置いてある自分の本棚を紹介したいと思います。うわー、感じです。たくさん。一番右の本棚によく読み返す本があって、西さんのさらば、中村文則さんの教団 X、島田さんの小説、町田光さんの小説ですね。すごい町田さん、出ましたね。小田作之助、青春の逆説、大好きな本です。その横の西島昭司さんの高円寺純情商店街、これも好きな本ですね。遠藤周作さん、野坂昭之さん、高橋源一郎さんのさよならギャングたちも大好きです。そして太宰、太宰、これは太宰治選手で、そしてここにもまた太宰治選手がありますね。そして太宰ですね、晩年の、これレプリカなんですけどね、珍しいやつですね。復活ですね。ですね。はい。太宰治の大辞典。うわ、大辞典。こういう感じですね。いろんなところに太宰がいますね。すごい。はい。作家さんの家って、の本棚ってやっぱ興味ありますよね。はいはい。今あれだけたくさんの本がありましたけれどもですね、あの中から太宰さんの宝物だという、はい、本を持ってきていただいたんですよ。はい、まあ、本読むのも好きなんですけど、ちょっとコレクターっぽいところもありまして、すごい、これが太宰の応答の初版本なんです。初版本、はい、これ人間失格の、それ初版本なんですか。ですね、太宰の初版を神保町とかで集めて結構な数になってきたんですけど、すごい好きですね。すごい大好きですね。なんか可愛らしいですよね、昔の本が。可愛い。こういう人間失格もよく見たら、この人間失格ってなってるんですよね。本自体が好きなんですよ。本自体が好き、はい、この持った感じとか、はい、この人も気持ち悪がられるんですけど初版本をコレクションしてしまうくらい太宰治が大好きだという又吉さんに、ここで五郎さんからサプライズが。又吉さんの反応は。スタッフの方に本を勧められて、読んでください。はい、まずはこちらの。おお、あ、これも初版ですか。はい。おおおおお。へえ。いや、いいですね。愛と美について。あ、見たことない。あ、本当です。これ持ってないです。はい。いいですね。本当に好きな人のリアクションになっちゃって、サプライズ仕掛けるときはやっぱりあのかけられる方がリアクション大きい人じゃないと。本当に太宰治さん好きなんですね、はい、好きな作家はいっぱいいるんですけど、特に一番太宰を多く読んできましたかね。じゃあやっぱり理想の女性というか、はい、付き合いするとしたら太宰治好きな方がいいんですか。いや、まあまあなかなかそうなっていくと探すの難しそうですからね。そうですね、え、どんななんか理想のタイプなのかさ、ね、これ書くとかさ、ちょっとなんかこれで、え、なんすか。太宰が大好きな又吉さんに五郎さんからさらなるサプライズが。それは太宰が執筆の時に愛用していたのと同じモデルの万年筆、今は絶版の超貴重品。又吉さん、驚いてくれるかな。これ どう使うんですか。え、これ今ね、そうですよね。え、なんか電気するとかそうなんですか。ドッキリじゃないです。なんか素敵ですね、この万年筆ね。いや、すごいおしゃれですよね。え、太宰さん本当に好きなんですよね。好きですよ。これもしかして太宰が使ってたとかそういうことですか。そうです、そうです、うん、そこまで知らないですよ。ずっと本格
版の小説してとても高い評価を得てるんですよね。いや嬉しいですね。こちらご覧ください。雑誌文学界の武藤編集長、鋭い観察眼と独自の文体を持っている、知名度のあるタレントだからではなく大型新人作家として大きく扱いたいと思ったと。筒井康隆さんもね、太宰を継承しながらもより現代的なお笑いという主題を内部から照射した本格的な文学である。嬉しいですよね。なんかさ、これを読んだらさ、太宰とか読むんじゃない、みんな、はいはい、難しいのかなとか文学とかって、でもすごく読みやすいじゃないですか、はい、ちょっとお笑いの要素があったりとかさ、はい、本当に今大ヒットしているその火花なんですが、一体どんな小説なのか、はい、ここで登場人物を紹介したいんですね、はい、こちらです。あ、大橋さんの絵ですね。あ、よかった、気づいてくださって、もうドキドキしますわ。大橋ひろゆきさんの絵ですよね。はい、そうなんです。又吉さんのお友達なんですよね、はい、漫画家の大橋ひろゆきさんが火花の登場人物をイメージして特別にイラストを描いてくださったんです。いや、めちゃくちゃ面白い、あの漫画描く方ですよ、笑える。まあ、僕20歳です。売れない漫才コンビスパークスのボケ、はい、異端に憧れるんですがなりきれなくて、先輩芸人の神谷さんに憧れて弟子入りします、はい、で左側にいらっしゃるのが神谷さん、24歳、売れない漫才コンビアホンダラのボケです、はい、破滅型の天才タイプ、はい、僕に笑いの哲学を伝授します。うん、でもなんでこの芸人さんの先輩後輩じゃないですか、はい、そういう話を書こうと思ったんですか。芸人の先輩後輩ってすごい独特の関係性で、前から面白いなとは思ってたんですよね。先輩が必ず後輩に怒るみたいなものがあって、はい、でも後輩の方がさっき売れたりすることもあるじゃないですか。そうですよね。僕らで言うとオリエンタルラジオがすごい僕らを追い越していってバーって売れた時に、あっちゃんとかはちょっと相談あるんですけどつってファミレスとかに行ってメニュー見て、なんかつまめるもん頼んだ方がいいですよねって言って、こう唐揚げとかポテト頼むんですけど、唐揚げとかポテトだけでももうドキドキして、トイレ行って財布見てギリギリ払えるとか、なんか変なシステムやなっていうのはずっとあって、その関係性を書いてみようかなっていう。そこが発端なんだね。でこの火花なんですけど、吉祥寺を、はい、まあ、主な舞台っていう感じになってますけれども、はい、街のその風景描写っていうのかな、はい、すごくこうリアル、うん、あの近辺によく住んでたんですよ。吉祥寺住んだこともありますし、描写リアルだよね、はい、そう、結構僕がよく行ってた街のことを書いてるんですけど、でも今回も書くときに一回その街見に行ったりとか、実際に現場に、あの井の頭公園から の、 あの伊勢屋のところのとか、はい、楽しそうですね、そういう取材もね。楽しいですね。行くとまたストーリーってまたいろいろね、セリフが浮かんだりとかもしそうですよね。はい、そう、火花の特徴は実在する街やお店を細やかに描写しているところ。ちなみに文中に登場する武蔵野コーヒー店も吉祥寺に実在するお店。このお店を又吉さんはどんな風に表現したのか、ということで武蔵野コーヒー店でのシーンを五郎さんが朗読。武蔵野コーヒー店という看板が目に入った時には雨粒は激しく路面に弾かれていたので、僕たちは迷わず階段を上り店の扉を開いた。薄暗い店内にいくつか置かれた照明がぬくもりのある明かりで白い壁を照らしていた。静かにクラシックが流れていて、先ほどまでのバカ騒ぎが夢のように感じられた。マスターがカップを洗う音が響いていた。昔ながらのなんかコーヒー屋さんって感じですけれども、なんでこの喫茶店だったんですか。まあ、よく本当に行ってて、マスターの感じ、まあ、他の店員さんとか、コーヒーももちろん美味しいですし、すごいね、いい好きな空間なんですよね。でですね、実はですね、はい、火花に登場するその武蔵野コーヒー店のマスターに、はい、この場面についてお話を伺ってきたんです。え、マスターですか。そうなんですよ、マスターに実際にお話を伺ってきたんです。いや、それはむちゃくちゃ嬉しいですよ。ちょっとご覧いただきましょう。又吉さんってこちらのお店実際に来られるんですか。そうですね、まあ、あの本当にプラッと来て、あの僕に座って1時間ぐらいカフェオレグラスで飲んで、まあ、静かに本を読んでって。火花読まれました。もう10回以上読みました。マスターの音が聞こえるっていう。今チェーン店が多くなってきて、やはりこの食洗機が主流の中でカップを丁寧にこう洗ってる音が聞こえるなって書いてくれると嬉しいですね。いや嬉しいですね。10回以上読んでる、ね、いや昔のコーヒー店の描写は実際にお店行って書いたんですよ。さあ続いてですが、ここからはですね、お笑い芸人である又吉さんはいかにして大ヒット小説火花を生むことになったのか、その人生を紹介してまいります。まずはこちらです。
太宰さんですよね。そうですよね。太宰さんとの出会いですよ ね。最初はきっかけ、はい、きっかけ何だったのか。きっかけは中学2年の時に友達からお前みたいなやつ出てくるぞっつって人間失格を借りたんですよね。お前みたいなやつ出てくるぞっつって、で何やろこの小説不思議やなと思って、それで癖になって何回も何回も読むようになったんですよ。何回読んだんでしょうね。本当に100回ぐらい読んでますね。100回、はい、今日はその又吉さんの人間失格ですよ、はい、持ってきていただいたんですね、はい、これ新潮文庫の人間失格で付箋貼って、まあ、気になるとこ線引っ張って、はい、すごい。このピンクでやってるとこは面白いとこというか気になる言葉が書いてるところで、はい、うわもう真っ赤じゃないですか。ほとんど線引いてありますよね。そうなんです。だからこう読むたびに面白いとこがあるんで線引いていったら、今もうほぼ引いてるんでどこが重要か全然わからなくなってます。すっごい読みたくなってくる ね。人間失格どこがいいんですか。こんなかわいそうな俺がこんな辛い目をしてそれでも生きてきたんですっていうふうに読んでる人が多いんですよ、うんうん、僕はそうじゃなくて人間がそれぞれ持ってる痛みについての話やと思ってて、痛みってみんなあるじゃないですか。ですごい純粋ですごい可愛くて真っ当に生きてる少女の歯の痛み、かわいそうって同情もするじゃないですか、うん、でも悪人の歯の痛み、同じように歯が痛かったとしてもそんなもんは自業自得やんけ、うん、当たり前やって言うじゃないですか、うん、でそれは感情的にはそうやと思うんですけど、でも痛みっていうものはあるんですよね。僕らはいつもなんか自分の悩みとかあるときにもっと大変な人世界中にいっぱいおんねんからって言って、うん、悩むことすら許されへんっていうことがよくあるじゃないですか、うん、必ず誰かと比較されて、でそれはほんまにそうやと思うし自分に大変な人いっぱいいるんですけど、うん、じゃあいっぱいおるからといって自分の悩みとか痛みっていうものをなかったことにせなあかんのかっていうことについて書かれてるんじゃないかなっていうふうに 何回も読んでるとそういう別のテーマがこう浮かび上がってくるというか。又吉さんがテレビでこんな喋るの初めて見た。そうなんですよ。この時起きた又吉さんと太宰を結ぶ運命の出来事とは。最初に渋谷の不動産屋行って、うん、荻窪あたりで家探してるんですって言って、荻窪はないけど三鷹まで行ったらあるよって言われて、あじゃあもう三鷹の家見せしてくださいっつって三鷹まで行って、僕は割といいなと思って決めたんですよね、うん、で三鷹って太宰が住んでた町なんですよ。太宰のその住んでた家探したいなと思って三鷹市の図書館行って調べたら、僕が住んでたアパートのあった場所にある場所に太宰の家があったんですよ。へえ。そこで僕はずっと太宰を呼んでたんや。太宰さんが呼んだんだよね。ねえ、お話ししたかったんじゃない。へえ。ねえ、もうそこまで太宰治先生が好きなのが伝わったので、はい、ね、こちらプレゼントを、え、本当ですか、させていただきますので、あ、ありがとうございます。コレクションの一つに。嬉しいんですか。いや、むちゃくちゃ嬉しいですよ。太宰が愛用してたやつじゃないですか。じゃあこれで手紙、それで手紙と言わず出筆してください。そうですよ、原稿ね、書いてみます。めちゃくちゃ喜んでるんですよ。いや、伝わります伝わります、うん、そうですよね、はい、いや今日ほど自分の表現力のなさを感じたことはなかったですね。